はい、どうも皆さん、こんにちは。木戸です。前回、ここにあったお家をですね、上に持ち上げたいということで、頑張り始めて、屋根っすね、残すところ。もう、めちゃくちゃ慎重に行くよ。わけわかんなくなるから。まず、ここ、あと、ここよな。見て、合ってる。これ、今置いたの、これ、合ってるね。場所。こっちから見ても、こっちから見ても正しい位置にあると、思われる。ん？いや、正しく、いや、正しいのか。この出っ張ってるところに、ここか、ここだ。慎重に行くとか言いながら、もうすでに、こっち側の方がまだ分かりやすくできる。ここは普通に屋根部分だったよな。こう、こうかな。全然俺の頭が処理しきれてない。ここがどうなってる？なんか違うな。絶対明らかにこれ出っ張りすぎてるもんな。ちょ、寝とこ。ああ
これが、この柱の上に、これが来てるってことか。ん？柱、柱はどこよ？柱の上に階段が来てる。こう。こうか。ちちちち、中に入らせて。こう見た感じは、こうだったよね、多分。あ、なんか、ここが違う。これがもう一個内側に入ってないと。こうなってるのが正しいのか。あ、ってなるとこれがずれてた。ん？あ、でもここはこうじゃなかった。いやわからん。もうだいぶ意味がわからんくなってしまっとる。ここが柱がここまであって。柱の一個上の段に階段をつけていけばいいと思うんだが、柱の一個上の段に階段、あれ。はい、すぐ落ちる。いや、ここがやっぱ出っ張ってんのよな。こう。いや、違うな。なんか違う。もう全然慎重でもなんでもね。こっち側どうなの？こっち側が？こっち側うまいことできてる。これでいいのか？いやもう、ケチらずに、一回ぶっ壊す過程を、あれが良くなかった。ぶっ壊さずにやるべきだった。言うて、ね。今言ってもどうしようもないんだけど。で、ここの、
ここが、なんか、斜め置きみたいな、なんないといけないんだよね。あ、こうこう、こう。だよね。多分。わかりやすいとこから言っとこう。はい。違うな。こっちも同じように。よし、これは OK。これだ。こいつ、こいつの存在。ここが、階段の、いや、これは普通に階段か。階段が4つ並んでる。階段をそのままつなげていけばいいのか。ほう。本当に？ここもまた1、2、3、4つ階段。柱の真上になるところにこうこうか。階段が。これでいいのか。で、こっち側は、これも同じようにぐるっと階段を置いていく。ここは、合ってんのよな、これで。高低差を、高低差を上り下りして確認するのが大変。多分、大丈夫。
ここ、まあでも、もう、階段がある列は一緒だもんな。ほら。なんか違う。なんか違うのか。多分これで合ってるんだとは思うけど、うちのベッドがめっちゃ埋まってる。そうよな、お肉屋さんのベッドとかもな。お肉屋さんのベッドも今使えんくなっとるし、よし。もうあとはこう。これに沿ってぐるっといっとけば多分いいのでは。なんやろ、奥向き、奥向きが変。あれ、足場が随分少ない気がするんだが、ここはないよな。ないけど、ん？階段がその向きで置かれている。ちょっとここ待て、わからん。これはこれ、これこれは普通の階段で、この内側のがなんか内側向き。あれ、あ、このどれだ。こうで、ここか。ダメだ、登ったり降りたりがせわしね。な、これ、こ、違うな。ここにある階段が内側向き。
ちょっと保留。普通にこの辺とかを、ここもひたすらただ階段が並んでるだけだもんな。ただ、いや、置きたいのがな、この一個手間、あ、ちょ。足場を一旦回収して。じゃあこれのもう一個下だ。あ、下すぎた。ここだ。よし。今どこまでできたんだ。この角部分がよくわからん。ここはできてる。こうか。ん？なんか一個ずれてるな。でも正解なのは、見て。正解なのはどっちだ？どこ？こっちがずれてんのか。これが、これがおかしいのか。こうじゃないとダメだ。多分。もうだいぶ当てずっぽうになってきてる。だいぶっていうかほぼ。いやだってこの後埋め立てをしなきゃいけないのよ、俺は。あ、何やっとるんだろう。
いて、違うな。よし、ここは後で微調整するとして、こんな感じ。もうあれだ、こんな感じとか言っとる。あ、ごめん子供。今回全然進んでないよ。ちょっと離れたところから確認。大体合ってる。いや、ここが、これも絶対おかしい。なんでそんな出っ張っとるん。ここが階段。そうそう、こうが正解のはず。これはこうか。なぜ俺はこんなに 3D に弱いんだろう。こうか。じゃあその上もなんかちゃうんよな。こう。いやいや。わかんねえ。なんか設置する向きの問題。でも普通にそのまんまなんよな。ここに柱があって木材階段ってなってるはずなんだけど、柱の真上が木材階段だから、ここは合ってる。少なくともこの3つは、あ、この2つか。あ、で、その、一番、ここのやつが、斜め置きみたいな。ここの、上。
効果。効果。こっち側も、ここ三つは、こうなるんだな。いやー、わかんねえ、わかんねえけど、あ、でもなんか合ってるっぽいぞ。よしよし。すぐテンパるから。ちょっと。これはこれで、あ、もう、OK なはず。で、ここも、大丈夫やね。よし、こっち側はなんとかいけた。ここテラコッタが1個足りない。置けない。まあいいや、置いとこう。子供がもう何してんだこいつって夢で見てくる。辛い。ここが、ここが三つまっすぐ並んでるね。2個これまでまっすぐ。ああ、もうわけわからん。あれ、もう俺ベッドに着地してなかった。あ、でもなんか、だいぶそれっぽくなってきた気がするぞ。なんか多分こんな感じで。こんな感じで合ってんじゃね、知らんけどみたいな、そういう状態ですね、今。とりあえず上部分はそれっぽくなった。上部分はそれっぽくなったと思う。ちょっと一回足場を撤去したらゴーレムさん降ってきた。
なんかおかしいとこ、ないか。こう見た感じ、できてるっぽくね。この角度、特に、いや、こっち側は明らかに飛び出てますね。こっち側ちょっと飛び出すぎなのおかしいね。もしかしたらそれが正解だったのかもしれんけど、もう俺には確認する術がない。録画を見返す？前回の。その手を使うぐらいだったら最初からそうしてるよね。もう、いやね、ちょっと、本当はどうだったかもう俺には分からんけど、もう一個内側に入れていい気がするよ。うちこの立体弱いのは、俺も、千代子がもう一番、俺よりひどいんだけど、俺もね、千代のことあんま言えんぐらいにひどいなと、改めて痛感しましたね。一旦、ここを。毎回毎回時間もオーバーするし、でも、もうこれで多分 OK なはず。ここが気持ち悪いな。ここ綺麗にこう収まってる。こっち。なんだ。何が気持ち悪いんだ。こうか。いや、これじゃさっきと一緒だ。なんで、どうなってんの？ここ、きれいに書くってなってるけど、なぜこっち側はそうなってない？
あれ、ここに置かなきゃダメか。合ってんの？いやー、でもこうだな。よし。いいだろう。もうよしとしよう。一応、うん。なんとか、なったかな。なんか違和感はあるけど。まあ、後々気になったところは直していくとして、まあ、とりあえずは、もう声出んや。なんかもう、俺にしては、立面図とか、そういうのすごい苦手タイプなんだけど。それっぽくなったっていうことで、よしとします。大体合ってる。で、あとは、もうこの、ここを埋めていく。埋めて、で、まあ、いろいろ調整しながら、この下に、まあ、地下室は地下室で適当に伸ばそうかなっていう感じですね。はあ、長い戦いだった。つうわけで本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。